シリーズ現場から、今日は山口記者です。お願いします。今から58年前、旧清水市で一家4人が殺害されたいわゆる袴田事件。この事件をめぐっては、死刑が確定した袴田巌さんの裁判のやり直しが現在静岡地裁で開かれていて、来週水曜日に全ての審理が終了する見通しです。裁判では犯行着衣とされる衣類に付着した血痕の色をめぐって弁護側と検察側の主張が対立しています。去年10月から静岡地裁で始まった袴田巌さんの再審・裁判のやり直し。来週すべての審理が終わり、結審するとみられています。最大の争点となっているのが、犯行着衣とされる5点の衣類です。5点の衣類とは、事件発生から1年2ヶ月後、現場近くの味噌タンクの中から見つかったもので、袴田さんの死刑判決の決め手となりました。裁判のやり直しを求めた弁護団は、この5点の衣類は捜査機関によって捏造されたものだと主張しました。その大きな根拠としたのが血痕の色です。1年以上も味噌に浸かった血痕は黒くなるはずで、5点の衣類の血痕は赤すぎる、発見直前に捜査機関が味噌タンクに入れたと訴えました。色の濃さが全然違うじゃないですか。こちらはまだなんかもともと白い下着だということも分かるくらいの色しか染まってないけれども、もうこれはもう明らかに焦げ茶色になってて、赤みが残ってないですよね、全然ね。弁護団は、長期間味噌漬けされた血痕が黒くなることを科学的に証明するため、法医学者に実験を依頼しました。奥田助教らは、味噌と同じ環境下で血液は短期間で黒くなるという実験結果を裁判所に提出しました。味噌のような弱い酸や、またそれに加えて高い塩分濃度があると、その赤み成分のヘモグロビンがゆっくりと酸化変性分解としていて、この実験結果が決め手となり、去年3月、東京高裁は袴田さんの再審開始を認めました。東京高裁の決定を受け、去年10月から始まったやり直しの裁判。再び5点の衣類の血痕の色が最大の争点となっています。検察は新しい証拠として7人の専門家が作成した共同鑑定書を提出。弁護側の実験を批判し、赤みが残る可能性は否定できないとしました。共同鑑定書を作成し、検察側の証人として法廷にも立った法医学者の幸田義郎教授です。弁護側の実験っていうのは、単にPH と塩濃度を合わせただけですから、この実験をもって 100% 1年2ヶ月間味噌漬けした血痕に赤みが残ることがないという証明することは、私はもう絶対にできないと。幸田教授は、血痕の赤みが残るかどうかを確かめるためには、 PH と塩分濃度だけではなく、酸素濃度を考慮する必要があると指摘。1年2ヶ月間、5点の衣類があったとされる味噌タンクの底は酸素濃度が著しく低く、それにより血液の赤みが残る可能性はあると主張します。酸素濃度を全く考慮していない、こういった実験というのに、私はやはり意味を見出すというのは難しいと思います。これに対し、弁護側の奥田助教は、味噌原料が入れられるまでに、最高で3週間ぐらいあったという時系列だと思うんですけど、その間であれば、味噌原料で蓋をされるまでっていうのは、酸素、普通の空気中の酸素に触れているわけですから、それまでに十分変色した。弁護側は、味噌会社の従業員の供述調書に基づき、事件発生から3週間ほどはタンクの中の味噌は少なく、5点の衣類が酸素に触れる時間は十分にあったなどと主張しました。
血痕の赤みは残るのか、それとも黒くなるのか、裁判所の判断が注目されます。では改めて袴田事件の5点の衣類の血痕の色をめぐる争点を整理します。はい、弁護側の奥田助教は、はい、pH や塩分濃度などを味噌と同じ環境に調整し実験した結果、血痕は黒くなると結論付けました。はい、これに対して検察側の高田教授は、5点の衣類があったとされる味噌タンクの底は酸素濃度が著しく低かったと考えられているため、はい、酸素濃度を考慮していない奥田助教の実験は不適切とし、血痕の赤みが残る可能性はあると主張しています。はい、でさらにこれに対し奥田助教は、5点の衣類は3週間ほど大気酸素ですね、はい、に触れていたことが考えられるため、酸素濃度を考慮する必要性は低く、実験は適切だと反論しました。袴田さんの再審公判は来週水曜日に結審される見通しで、夏頃に判決が下されると見られています。山口記者でした。